ガンマ線レーザー砲ジェネシス、何としても発射をやめさせないと。夜勤ドゥへ、コントロールセンター、夜勤。そう、夜勤ドゥへを抑えるのが重要だよ。キラ君、アスラン君がいればなんとかなるはず。あとはかがり姫様たちとの連携も確認しておかないと。かがり姫、そうか、キラ君たちは第三勢力なのよね。どういった立場なの？簡単に言うと、元地球連合軍、フラントの本権派、そのどちらでもない中立国、この三勢力の同盟軍に所属しているんだよ。ずいぶん複雑な構成ね。それぞれどういった組織なの？前にブレイク修正したアラスカ基地の事件以降、地球連合軍から離脱して脱走艦になったアークエンジェル隊、フラントの穏健派閥クライン派のラクス・クラインさん率いるザフト軍艦エターナル、そして中立国家オーブ連合主張国の代表さんカガリ・ユラースハ姫が司令官を務める宇宙戦艦クサナギ、この3隻を柱とした俗に三隻同盟と呼ばれる同盟軍と一緒に戦うことになるよ。今回の私たちはその三隻同盟扱いになるのね。そういうこと。史実ではこの戦いでかがり姫様が重要な役割をすることになるんだけど、そこは私が確認するから大丈夫。小隊長さんに気をつけてほしいのはやっぱり仮面の男の存在かな。ラウル・クルーゼン、アバオア・クーのブレイクミッションに出てきた怖い人ね。トゥルーミッションにすら影響を及ぼしかねない危険極まりないパイロット。仮面の人は基本的に強敵ばっかりよね。そういうわけで、いざ地球の存亡をかけて第二次夜勤ドゥへ攻防戦。状況は前と同じね。さて、キラ君とアスラン君は。人類の未来、僕はまだ世界の答えを聞いていない。この戦いの意味すら、それを知るまで僕は死ねない。アスラン、ジェネシスを。了解だ、キラ。小隊長さん、ユーロさんたちか。キラ君、それともう一機はジャスティスガンダム。キラ君の親友アスランドラ君だね。二人がいればジェネシス発射は阻止できる。アスラン、小隊長さんたちと協力してジェネシスを止めるんだ。わかった、協力感謝する。はじめまして。さ、この感じは。キラ君、どこへ？あの人だ。アスラン、あとを頼む。キラ、ここは俺に任せろ。出てきたみたいだね、仮面の男が。ラウル・クルーゼ、全てのものにとっての敵。私たちはジェネシスを。時間はないよ、アスラン君、お願いね。俺たちでこの戦いを終わらせるんだ。交戦開始。相手はプロビデンスガンダム。フリーダム、キラは通信回して。また君か、厄介なやつだよ君は。あなたはあってはならない存在だというのに。何を。サクラ、コーディネーターは遺伝子操作によって生まれた人間よね。そうだ、だけど彼はね。させてもらう。
じた時に。くそ、まだか。肝心な時に。まだなのか。誰もが望むだろう。君のようになりたいと、君のようでありたいと。そんなこと上に許される。君という存在を。キラ君はコーディネーターのだけじゃないの？他に何か特別なものが？彼はスーパーコーディネーター。人工子宮を用いて作られた人間を。ジャスティスを核爆発させる。核爆発？まさか自爆を？大丈夫だよ、ミノ姉さん。オーブ連合のかがり姫様がいる。彼女なら絶対アスラン君を助けてくれるよ。信じるしかないのね。キラ君の方はどうなってるの？フリーダム、プロビデンスガンダムと交戦中。来るよ。これが定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を？正義と真実、分からぬと逃げ、知らず聞かず、その果ての終局だ。もはや止める術などない。そして滅ぶ。人は滅ぶべくしてな。そんなあなたの理屈。それが人だよ、キラ君。違う。人はそんなものじゃない。は、何が違う？なぜ違う？落としてみせる。この憎しみの目と心と引き金を引く指しか持たぬ者たちの世界で。それでも僕は何を信じる？なぜ信じる？それしか知らないあなたが。知らぬさ。所詮人は己の知ることしか知らぬ。辛いのは、苦しいのはあなただけじゃない。ダブルクルーゼ、なんて迫力なの。あ、そうだ、アスラン君は夜勤ルーエに突入したよ。小隊長さんはこっちに集中して。ザフトのクルーゼさん、アバオはクーデも守ったけど、すごく深い絶望を感じる。彼は人間に絶望し憎んでいるんだ。自分を生み出した
しかしてキラ君と同じ？彼は同じだ。普通の人だ。正確に普通の人から作られた存在。まだ苦しみたい。いつか、やがていつかは。そんな甘い毒に踊らされ、一体どれほどの時を戦い続けてきた。まさかジェネシスが撃たれる。アスラン君、お願い。人が数多持つ予言の日だ。そんなこと。それだけの業を重ねてきたのは誰だ。君とてその人。これが定めか。あなたはどうして？キラ君、ジェネシスの停止を確認。アスラン君がやってくれたよ。アスラン、僕たちはどうしてこんなところへ来てしまったんだろう。キラ君、僕たちの世界は。目標達成率 97%。 ミッションコンプリート。